はい、今いぶきくんがね、草刈りの試作機をね操作しています。今ちょっと回収してますね、スコーン。でまだこれねちょっとあの軸、肝心なね草刈るモーターの軸っていうかね、あのナイロンの円盤、あれをね、あの昔持ってたやつなんですけど、それがねなんか外してどっかにね片付けてるんで、それがあとつければもうこれほぼ完成なんですけどね、まあ、とりあえず試作なんでね、小型化で作ってます。バッテリーはね4セルなんですけども、本当はね3セル仕様なんですけどね、あのモーターが12ボルトなんでね。で一応まあ走らせてもモーター熱くならないんで、まあ多分いけるかなと。でまあこれがうまくいけばね、もうちょっとね大きいの作ろうかなと思います。まああまし大きくするとね今度持ち運びが大変なんでね、ある程度のまあ大きさで、お、引っこずってきたな、もう引っこずってきた。こっち持って、こっち持ってこいよ、こっち置いてきた、置いてきた。結構ね、操作がね、ちょっと車とまたちょっと微妙な動きするんですよね。あのバックがちょっとね、左右よく自分間違えるのね。まあ、スティックタイプなんでね、また、それも影響してるのかしらね。まあ、その場でね、定点で、あの、方向転換できるっていうね。それが一番の、これの、あの、特徴かな。ほら、いぶきくんは、大きくなったらロボコン出ればいいんだけど。あれはな、中学生からしようなのかな。まあ学校がね、そのロボコンしよる学校ならいいけどね。大分でも、まあ大会はね、たまに夏場してるみたいだからね。よし。お、乗っかった。まあまあ、ですね。はい。完了です。全部回収するか。あと5個あるけど、まあその前にもうお湯がもうそろそろ沸いたけ。メインは先に食うか。案外ね、あの駆動用のモーター、あのバッテリーね、あんまし減らないっていうかね、だいぶ自分遊んだんですけど、それでもあの 10% とかに20も減ってなかった気がするんだよね。なので案外消費電力は少ないみたいなんで、あとはその、草を刈るねモーターの動力、一応6セルのね5000を予定しているんですけど、あれが、まあ、回転数にもよるんでしょうけど、ひこずり、お、すげすげ、ひこずってきた。あとはね、その動力が何分持つかですよね。まあ普通にヘリでね、7分ぐらいだから、負荷がない分、お、すげすげ、おっかえってきた。もうちょい、オッケーオッケー。はい、2個目です。変形するよ。変形するね。結構クシャッとして帰ってくるね。はい、あれはちょっと車のね、バギーのジャンプ台してます。さすがにね、戦車、あ、バッテリーがやばい。あ、やばい。バッテリーがとんでもないことになってる。配線がちぎれる。あんましする。配線がちぎれちまう。いじれるとあの、ハンダ付けがね根元はねやりにくいんだよね、本当。今はこれモーターね回らない状態なんでね、いいです。後ろ向いたらそこ向きました。卵入ってねえやろこれ。卵はうん多分